はい、欧州館作文対策です。今日も文章の型について話したいと思います。皆さん、起承転結って言葉聞いたことありますよね。起承転結、話が起きる、それを受けたまわるですね。だから受けるですね。起承転結ですね。これがいわゆる作文の型だとされています。転結映るかな、下まで。物事が起こったものを受け止める。例えば殺人事件が起こりました。それでは捜査を始めます。これが章の部分ですよね。しかしそこで、いや、犯人は違うところにいました。これが点。それでさ、まあ、最後は犯人が捕まり、みんな幸せになりました、めでたてめでたし。これが起承転結の形なんですが、なぜ作文に起承転結が良しとされているか。それはエンターテインメント性、面白さを評価されるからですね。ここの点の部分で読んだ人が、ああなるほど、面白いなと思う。エンターテインメントの部分が作文には必要とされます。しかし欧州館型の作文ですと、この点の部分というのはそんな必要ありません。いかに自分の主張を貫けるか、それが大事になります。そうすると三段論法が最もふさわしいとなりますね。これが序論、本論、結論ですね。序論、本論、結論で、この中で自分の主張っていうのは一つですね。ですから私はこう考えるという部分と結論の部分が重なります。この文の形になります。確かに起承転結の文章は面白いのですが、この部分は欧州館の作文ではあまりお勧めはできないということです。起承転結よりも三段論法、これを考えて文章の構成を作ってください。それでは終わります。